やあボス、寄ってくれるといいなと思ってた。インスティチュートに入る方法を見つけたよ。ホロテープにはどんな記録が？君が盗んだデータの一つはインスティチュートの施設全体の見取り図だった。以前 CIT の一部だった古いセクションも含めてね。彼らはまだ川に流れる水道管を使っていることが分かったんだ。リアクターに使う冷却水を取り込むためにね。入り口は水中で防犯格子で遮られている。それからパイプ全域に高放射線危険と書かれている。しかし他の方法は見つけられなかった。だからこれか何もなしかなんだ。防犯格子はどうやって通り抜けるんだ？大丈夫、格子が開くはずのコードを見つけた。だからあとは生き残りさえすればいい。侵入したらすぐにメイン中継コントロールにアクセスして、このホロテープを使い全員をインスティチュートにテレポートさせてくれ。
進捗報告を。こやった。関連脅威の可能性の判断材料が不足しています。時間が重要です。故障が再発しないように適切な治療が必要です。エリアスキャン未完了です。脅威の可能性の判断材料が不足しています。異常を検知。なんとか無事のようだ。もし時間があれば少し話を聞いてもらえないか。何の用だ。初めて会った時は正直に認めるが疑っていた。だがあんたがやってきたことは心を動かすことばかりだった。あんたはまさに身に爪が必要としていた危機から救い出してくれる人だ。どうして身に爪に起きたことをそんなに気にかけるんだ。子供の頃身に爪はヒーローだった。この辺りの正義の味方といえば彼らだけだったんだ。17になってエズラ・ホリスの隊に入った。彼は正義の味方の一員だった。昔ながらのミニッツメンのやり方に忠実で信じてた。
そこで何年か幸せな年を過ごした。自分より大きな存在の一部であるような気がしたんだ。連邦をもっといい場所にするために頑張っていたと。その頃そんなにうまくいってたのなら、どうやってそんなに早く壊滅したんだ。見えていなかったこと、あるいは注意を払うほど知らなかったことがたくさんあった。いろいろなグループの間には駆け引きも対立も憎しみもあるものだ。ベッカ将軍が抑え込んでいたんだと思う。なんとかみんなをつなぎ止めていたんだ。だが彼が殺されて全てが明るみに出た。初めは信じられなかった。ミニッツメンは何よりも人々を優先して守る組織だったはずなのに。考えが甘かったと思うだろうな。そう思うよ。全てが終わった今もそうだ。今もまだミニッツメンはかつてずっと思っていたものになれると信じてる。正義の味方に。なぜこんなことを話すんだ。ありがとうと言いたい。それで意味があるのなら。偶然出会った他の人とは違っていてくれてありがとう。とにかく時間を取って聞いてくれて感謝する。他にも何かあるか。いや、以上だ。戻った方がいいだろう。そうか、ここがインスティチュートか。彼らはこの地下で永遠に過ごすこともできた。なぜ俺たちとややこしい関係になる必要があったんだ。やった理由はどうでもいい。奴らには償ってもらう。全くその通りだ。いずれにしてもここにいるんだ。もう後戻りはできない。これが必要になるだろう。核融合パルスチャージだ。リアクターに取り付けたら遠隔操作で爆破できる。それをリアクターにつけたらインスティチュートがこれまでに作った全てを吹き飛ばす引き金を引ける。ここを爆破する前に一般人に逃亡する機会を与えるのを忘れないでくれ。大虐殺を犯すためにここにいるわけじゃない。急いだ方がいい。間もなく何が起こっているか感づかれるだろう。スタージェス、彼らのこのテレポーターを動くようにしてくれ。あれができるだけ早く動くのが肝心なんだ。合図を出したらすぐに俺たちを引っ張り出してくれ。それと脱出したがってるインスティチュートがいたら銃口を向けてこない限り逃がしてやってくれ。了解ボス。テレポーターはそっちが必要になるまでに動かせるようにしておく。さあ出発だ。